でも今回は違うね。ここにメインストリートを置こうと思ったけど、どうしてもこっち側から、うちはね、前々から言ってたんかな、これ。どうしてもこっちに踏切をつけて、ここを通したいね。で、こっちに何があるか一切考えてないねんけど、細いでしょ、ここ。だから、思い切って、この、よいしょ、思い切ってですよ、ね、よいしょ、よいしょ。まだ息のパーツつけてないからね。反対向けにしてみる。そして、よいしょ。こんなんとか覚えてる人とかおるやろね。そうそうで、その次元史に詳しい人はね、ああ、そうやった、そうやった、でね、またやってんのか、こんなことってね、思い出す人もおるやろうけど、よいしょ。ね、こんな感じにしますでしょ。ジュースさっきとちょっと違う。で、ね、これ。なんか農村っぽいでしょ。ってことはな、これ、トラクターのね、販売代理店みたいな、リースかな、今言ったらね、リース代理店みたいなイメージになりますとですね、ここは田んぼになるけど、ね、2両編成で、モーターをね、2両編成にしたかったから、モーター車をこれにも、こっちにしたのかな。で、ここに、よいしょ、いててててね、よいしょ、こんな感じでですね、乗りますでしょ、よいしょ。もう自撮り写メのベテランやからね、こうやって片手で上手にできますが、上手でもないけど。で、ちょっとこの下のね、その板が少ないんですけど、それはさっきも言ったように、ここが、この部分がね、スマホケースになったから少ないんですけど。ってことは、これをね、引っかけた、ぎゅーっとね、こうするでしょ。いいなら、よしよし。ね、こんな感じだとしたら、そっか。だからちょっと、チコッ。じゃあ、こういう、こんな感じだと、うちの理想通りになるのかもしれないね。こうしよう。今回はこういう駅になります、これは。この字柄はね。